AKB48 グループメンバー14名の皆様をご紹介します。小島なつきさん、岩佐美咲さん、私は佐原の街並みに行かせていただいたんですけれども、佐原の街並みは撮影などでも使われるらしくて、昔ながらの街並みがすごく綺麗でした。ファンの方とかにも千葉県のおすすめスポットはって言われて絶対に答えるマザー牧場に今回行かせていただいたんですけど、マザー牧場とは、私はイメージガールを何年もやらせてもらっていたことがあったので、こうすごく関わりの深い場所で撮影できたっていうのもすごく嬉しかったですし、マザー牧場はすごく自然もたくさんあるし、動物もたくさんいるし、美味しい食べ物もすごく多い場所なので、今回行けてすごく嬉しかったです。佐倉市にある印旛沼という場所に行かせて、印旛沼という場所に行かせていただいたんですけども、大きなオランダ風車がありまして、その周りには草原がふわーって広がっていて、そこでもサイクリングもできるんですけど、なんだろう、こう日本にいるのかいないのか、すごいなんか印旛沼の世界観にしていました。日本ですね、千葉、本当にいいところで。で、今回の切って一人ずつですね、皆さんの千葉の素晴らしいところをね、写真を撮ってもらって、そしてまずは千葉県から発売しよう、そしてね、全国からね、もっともっと欲しいって言われたら少しずつ出そうかまあでも今この前評判、予約がすごいらしいんでございます。これでね、千葉県の48、こんだけ素晴らしい方ですよ。この方々がね、より一層ここで思いっきりね、ジャンプして上がっていただいて、それと同時に我が千葉県もですね、明るく楽しく、そしてまさしく青春立憲千葉としてですね、羽ばたきたいなと思っております。千葉県、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、はい、おはようございます。よろしいですか、よろしいですか、 OK。